日本の芸能史まで変えてしまった。芸能界の勢力図が大きく変わりました。普通の女の子、いざ歌い始めると息を呑み顔を覗き合った。和田目チャンネルです。和田目人物を紹介している和田目 .com、 事前や関連書籍を参考に有名人の経歴を紹介しているんですが、サイトでは紹介しなかったマルエピソードや面白いエピソード、知っている人は知っているけれど知らない人にはあっと驚く豆知識をこちらのチャンネルでご紹介しています。今回のテーマはスター誕生秘話、デビュー第1号森まさ子の誕生です。今回は森まさ子さんの著書明日へ、それは人生、阿久悠さんの夢を食った男たちを参考にしています。森まさ子さんの経歴は和田目 .com で紹介しています。概要欄に URL を掲載してますのでよかったらご覧ください。テレビには歴史を変えた伝説と称される番組があります。年代やジャンルによってさまざまな番組が挙げられると思いますが、その中でも日本の芸能史まで変えてしまった至高の伝説と言っても過言ではない番組が今回取り上げるスター誕生です。スター誕生は1971年の放送開始から12年にわたり日曜の午前11時に放送されていたオーディション番組で、山口百恵、桜田淳子、ピンクレディ、小泉京子、中森明菜といった時代を代表するアイドルを世に送り出しました。他にも城満、伊藤咲子、片平渚、岩崎宏美、新沼謙治、神保美希、清水由紀子、渋谷哲平、石野真子、柏原芳恵、松本明子、岡田由紀子など、そうそうたる顔ぶれがこの番組からデビューしているんですね。僕は世代が違うので直接見たことはなくて、内容ぐらいは知っていたのですが、今回改めて調べてみて輩出したスターの多さに驚きました。この人もスターターン出身だったのかと。番組自体もっと評価されてもいいのではないかと思ったのですが、あくまでも日本テレビの番組なので他局は手放しで称賛できないのかもしれません。そしてスター誕生は芸能界の勢力図を塗り替えた番組でもあります。それまでの芸能界は鍋プロ帝国と言われた渡辺プロダクション一強の時代だったんですね。数多くのスターを抱えた渡辺プロダクションはテレビ局に対して絶大な影響力を保持し行使していました。それがこの番組から新しいスターが次々と誕生したことで他のプロダクションが勃興し、その秩序が崩れたんですね。芸能界の勢力図が大きく変わりました。この番組を制作したスタッフには初めからそういった狙いがあったようで、結果的にものの見事に成功しました。一強の支配からの解放を勝ち取ったわけです。番組出場者は、あくまでも素人ですから、出演に際してプロダクションに気兼ねする必要がない。スター誕生は大小さまざまな歯車がかみ合い大きなうねりとなりました。そしてこの番組から生まれた最初のスターが森まさ子さんです。森さんは3ヶ月ごとに開かれた決戦大会の初代チャンピオンで、番組からのデビュー第1号でした。森まさ子さんは2019年に引退されましたが、日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞するなどずば抜けた歌唱力で人気を博しました。結果伝説となったスター誕生でしたが、放送開始当初はどう転ぶかわからなかったわけです。デビュー第1号である森まさ子さんは、いわば番組の行方を占う試金石であった。その森さんが見事期待に応えてスターになった。それでスター誕生の面目が立ち、番組に権威が生まれ、出場者が後に続いたのだと思います。その意義は大きかったわけです。もちろん森さんを売り込んだスタッフの功績も大きかったと思います。現在でも大手のプロダクションが独自のコンテストを開催して次世代スターの発掘に努めています。コンテストの優勝者が実際に売れっ子になることも多いですが、これは原石を見抜く確かな鑑定眼が備わっているのもありますが、プロダクションにはコンテストの権威のためにも威信をかけて優勝者を売り出す一面もあるわけです。森さんもマネージャーの尽力もありましたが、日本テレビ音楽班のバックアップも大きかったようです。この番組の企画者で審査員でもあった阿久悠さんが作詞したデビュー曲「先生」は50万枚の大ヒットになりました。デビューの翌年には当時の女性歌手最年少となる15歳での紅白歌合戦出場を果たしています。こういった周囲の協力も
森さんに期待を集めるほどの確かな実力が備わっていたからこそだと思います。森さんは幼い頃からお父さんから歌の指導を受けていました。ですが歌手を目指していたわけではないんですね。歌手になりたいと思っていなかった。それがおばさんが勝手に応募はがきを出し、半ば強引に連れて行かれる形でサタンに出場しました。スターになる人は原石の時点ですでにその片鱗をオーラのような形で周囲に示すこともありますが、当時13歳、中学1年生だった森さんにはそういったところはなかったそうです。見た目からは個性を感じさせず、美少女でもない普通の女の子で、スターの予感は全く感じさせなかった。それが出番になり、いざ都はるみの涙の連絡線を歌い始めると、審査員の悪友星野哲郎、鈴木邦彦らプロの作詞家作曲家たちが息を呑み、顔を覗き合った。背中に寒さが走った人もいたそうです。森さんはその歌唱力でその場にいた人を圧倒しました。海外のオーディション番組で同様のシーンを見たことがある方もいると思います。スーザン・ボイルやポール・ポッツといった一見その場に似つかわしくない人がステージに登場し、審査員が冷笑を浮かべる。ところが歌い始めた途端に表情が一変し、会場が歓声に包まれる。一夜にして人生が変わってしまう、まさにシンデレラストーリーです。こういった光景はオーディション番組の醍醐味と言えますが、同じようなことが今から50年も前の日本で繰り広げられていたんですね。それを成したのが森昌子さんでした。森さんの人がスター誕生の成功に果たした役目は大きかったのではないでしょうか。この番組がなければ森昌子は世に出ていないし、森さんがいなければこの番組も違ったものになっていたかもしれない。運命の糸を手繰り合ったと言えます。スター誕生によって森田昌子が歌手森昌子に化けたわけです。ちなみにですけれども、この後に第4代のグランドチャンピオンに輝き、番組史上最多の25社からオファーを受けたのが、後に森さん、山口百恵さんとともに花の中3トリオとして人気を博す桜田淳子さんでした。中学2年生だった桜田さんはオーディションの時から、一目見た審査員やスタッフが思わず小躍りしてしまうぐらいのオーラを放っていたそうです。その桜田さんがスター誕生に出場したのは、同い年の森さんがスタタンでスポットライトを浴びている姿を見たことがきっかけだったそうです。というわけで今回はスター誕生秘話デビュー第1号森昌子の誕生をご紹介しました。このチャンネルでは芸能人、スポーツ選手などの知られざるエピソードをご紹介しています。今後も様々なエピソードを紹介していきますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。